新米おっさん冒険者第8話、心の中の天秤、見ていきたいと思います。アンジェリカが修行するっつったけど、できんの？できんの？大丈夫？ついていけんのかな？楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どうなんだろうか。はい、それでは、ABEMA TV で再生していきます。3、2、1、スタート。1秒早くずれたろ。今120キロつけてる。死ぬぞ。まあ足速くするには自分より足速い人に引っ張ってもらうのが一番だもんな。120キロはつけてなかったけど、なんか中学の陸上部ではなんかこういうのをやってるのは見たことあるな。なんか陸上部練習でこういうのやってたよ。見たことはある。アイシールド21でもクリスマスボール前にやってたもんな。120キロはつけてなかったけど。一つ30キロ。両手足に合計120キロ、片手片足に30キロずつって化け物だよな。しかもそれで自分より速い人に引っ張ってもらうって、あれ重りなくても無理やろ。しかも強化魔法を使わんと死ぬぞって言われてるの怖え。どうなんだろうな。冒険者たち、冒険者たち、本編開始。でも立ってんだよな。6時間。わあ。走馬灯園。サンズの川が見えとる。わあ。おお。まだ昼。5日目。あ、でも5日やってんじゃん。ツッコミも面白いな。もう無理。逃げたの？逃げたんだろ。え？
国中。15分で見つけられた。まあ本当に死んでっかな。2000回あと2000回は殺す。死に癖。ああ。いいじゃん。オープニングの最後なんか確かこんなことやりよったもんな。強くなったか。なんかすげえ変わったな。おいおいおい、なんか別人だ。もう上品じゃねえよ。何が起こった。何が起こった。やばいって。そりゃそうだろうな。覚えてねえんだ。
ロストンなんだ、やっぱ。やっぱブロストンかっこいいになってんだ。いっぱい食べて偉いね。頑張れー。 10 more times。 よく、まあブロスさんに比べればまあまだね、まあまだ優しいよな。いっぱいいんな。ここもともと襲ってたんだよな。仲良くなってんな。ちっちゃいやつがいたな。本当だ。へえ。かわいい。まあ負けるよな。そらそうよな。
初出場から。ポケットに手突っ込んだまま聞いてないな。うわ、えぐ、えぐ。わあ、ぶっ飛ばした。一発。おお、わざともらったんじゃない？うん。じゃない、多分。そんな風には見えんかったけど、わざともらったじゃないの。通いで試合するんだ。
ぞ、やったれ。アンジェリック氏、アンジェリカ推しおじさん。は？あ、あれか。おお、傷つけた。ああ、終わっちゃった。いいとこだったのに。終わっちゃった。これ可能性はあるよ。いけるんじゃない？いけそう。いけそうな気する。どうかな？いけそう。いや、勝ちてえよな、これ。勝ちてえよ。勝ってくれ。頼む。いや、いけると思う。いけるんじゃないの？いけそうだけどな。終わっちゃった。いいね。修行の成果出てるよ。糸切り。強化魔法を解かないといけないんだ。でも。いや、いけるんじゃない？サブ隊の心の中の天秤ね。まあ、ここで楽になるなと。諦めて。だから楽になるか楽にならないかっていう天秤、今の苦痛ともう修行やめるっていうのどっちがいいか、苦痛の方が勝つような、だって今までできなかったことなんだもん。しかもあと2000回は蘇生できる。人の命を何だと思ってんだ。すげえ。でもその先にね、こんだけよかった、こんだけだってもう今すっげえ楽しいだろ、冒険者になることができて。いやー、めっちゃよかったね。さあ、アンジェリカもどうなるかな、楽しみなんでね、次回も期待しておきましょう。お会い、もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらもチェックもぜひ。ということで、新米おっさん冒険者第8話、心の中の天秤でした。ありがとうございました。